デジタル交換機は、制御信号や通話信号をすべてデジタル信号で処理し、中継交換する電話交換機である。ISDN 網の構築に用いられている。ノルテル EN-DMS-100AT&T において、1972年に No.4ESS 中継交換機、1982年に No.5ESS 加入者交換機が運用開始した。 日本では1982年に東京都の大手町局において D60 系中継交換機、1983年名古屋市の大道局において D70 系加入者交換機が運用開始された。1988年東京都の三鷹局で INS ネット用の D70D がサービス開始した。以降、2010年代にも 保守運用が続けられている。電子交換機は通話信号をアナログのまま処理していたが、デジタル交換機は PCM 伝送される通話信号を PCM のまま交換することに最大の特色がある。通話路制御方式として自分割りが用いられる。自分割多重化された伝送路をハイウェイと呼び、回線交換操作に時間スイッチと空間スイッチとが用いられる。 通話のスイッチを多段構成する場合は、多重化されるチャンネル数が増大するにつれて、網の使用能率が上昇する TST の構成が用いられる。電子交換機と同じく、ソフトウェアを書き換えるだけで、機能の追加を行うことのできる蓄積プログラム、公式である。各機能を処理するため、優先順位付きの自分割り多重化処理が行われている。自動故障検知。 予備系切り替えが行われる。遠隔保守、統計機能などのオペレーター向け、ヒューマンマシンインターフェースも充実している。通話路の監視、信号の処理、呼び出し音、話し中音などの音声信号の発生をデジタル回路で行っている。共通線信号ナンバー7に対応している。ありがとうございます。